どうもタブヤンです。今回は単発実況、任天堂 3DS の 3D ブロック崩しやってみたいと思います。 GO!、ステージが選べるみたいですね。ステージ1からいきましょう。さあ行こう。アナログスティック使えないんだね。 OK、 十字ボタンで。久しぶりだな、十字ボタン。あー、ミス何が起こった今。あ、十字ボタンね、動き悪いんだよね、実は。なのでいつもはアナログスティック使ってるんですけど、反応が悪いんだよね。やばい、ハンデ食らってる。 3D、どのあたりが 3D なんでしょうか。シンプルゲームですね。古き良きブロック崩し。お、アイテム出たぞ。かける2、何が、あー、アイテムに釣られてやられた。いやー、本当になんか純粋な気持ちになれるブロック崩しだね、これ。基本に戻って、このゲーム体験版とかじゃないんだよね、購入したんだよね。さあこれうまくこのままの流れで取れるんじゃない。よし、来た。あと2つ。 OK、 ステージ1クリア。点数はこちら。あれ、6100点。さあ次のステージ行きましょうか。ステージ2、もう5行こうか。ステージいけるんじゃない、こんな感じだったら。ステージ5、緑のブロックがなんかありますね。あ、緑のブロックはあれか。あ、やられた。あ、でっかくなった。緑のブロックを破壊できないんだ。残機は5機ね。あ、十字ボタンが、あ、破壊できるんだ。硬いだけだ。かける5、何が、あ、やられた。一番の強敵はね、私の 3DS のニュー・ニンテンドー 3DSLL 使ってるんですけど、あ、いきなり戻った。十字ボタンがね、硬いっていう壊れてるというか、押しすぎでね、十字ボタンをもう使えないんだよね、あんまり。左がね、動かない時がある。このカクカク感分かりますかね。左に行かないときあるんだよね。あ、これアナログスティックで操作したい。こうたまにこうアナログスティック効かないゲーム出てくるんだよね。でも行きました。 OK、 ステージ5クリア。スコア17800点。 OK、 これでステージ6解放されるのか。どうだ、解放されないのかい。ステージ5クリアしたらもう解放でいいんじゃないの。2から5を全部クリアしないといけないね。 OK。 お、皆さんステージ2をクリアしたら出てきてくれました。ステージ6からステージ10。もういきなり10行こうか。おー、緑が多いっていうことですか。全然いけますよ。このアルカノイドで鳴らしたね、私なら全然いけるよ。このゲームね、アイテムが取りづらい。アイテムが落ちてくるスピードが遅いんだよね。なので結構アイテム取る
タイミングがなくて難易度高いね。アイテムを取る。で、あんまりアイテム数出てこないし。ちゃーこれ角度を変えづらい。一度角度が変わると戻すの大変だねこれ。あーいいとこ入ったんじゃないこれ。どうだ、もう落ちてこずにそのままクリアしていいよもう。よっしゃー、もう一回同じとこ入れて、深いとこ入ってほしいな。どうだ、オートマチックで行ってほしいんだけど。おいし、角度をちょっと変えたよ。バレイエー、緑をどんどん倒して、よし、後ろから攻撃、ダメか。よしよしよし、順調順調。あーミスター、あー外すそれ。今の恥ずかしい。あー外、落ちる、やばい。ラスト3期クリアしたいねこれは。ステージ10クリアしたい。あーやばい、ボールが動きづらいわー。十字ボタンさえアナログスティックさえ使えれば強くなるのに。クリアできました、29,700点。さあこれでステージ10クリアしたけど、先のステージは出てこない。なんか条件があるんだろうね。地道にやりますか。なんだこんなちっこくなっちゃったよ。ステージ6。なにこれ、これ無理、絶対ゲーム、あ、ゲームオーバーになるなこれは。これはアイテム騙された。これ取ってみる。やばい、一気死んだ。どうなったの、あ、キャッチできるんだ。へえ。キャッチ、ああ元に戻った。あ、キャッチ機能は残ってる。めんどくさいなキャッチ機能。あ、もうなくなった、キャッチ機能。いきなりなくなるんか。よし、あと2個、長い戦いを終わらせる。ミサイルとか撃ちたいな、アルカノイドみたいに。パン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 ってね。あと1個、よーし、いきました、ステージクリア。どうだ、まだ解放されない。ステージ9やってみるか。結局ブロックの2種類のブロックの配置がちょっと変わるだけで変わらないんだよね。基本は変わらない。でっかくなっちゃった。あー、ちょっと狙いすぎたか、めんどくさい。全然当たらない、惜しい。あ、やられた。これ一発当てたいんだけど無理なんだよね。あーめんどくさい。どうだ、あー変な角度になっちゃったよ。どうだ、このままいけばどうだ。よっしゃー、ステージ9クリア。お、やりました。もう解放されましたよ。もう一番難しいのはどんどん来て。ステージ15。おお、黒いの出てきましたね、初めて。あ、音楽も変わった。
これは歯応えあるんじゃない？真ん中に入るまでが。でも作業感が半端ないよねこれ十字ボタンさえ、アナログスティックさえ使えればな、ずっとやってられるのにな。あの、この黄色の何？あ、楽だね、これオートマチックですよ何これ、何もしなくていいじゃん。あ、これは楽しいあ、ワンナップ何これ、絶対クリアできるじゃん来たね、最強アイテム、楽勝だ監督嘘いきなり切れるの、もうやめてまさかブロック崩しゲームでね、監督業を挑むとは思わなかったよねうわ、黒めちゃくちゃ強いじゃん、これ破壊できるのか、黒は、黒ブロックはどうなんだこれ、無敵か、黒無敵だったら嫌だね。一個でも黒を破壊してみたいけど。あ、いいとこ入りました、あー来た、あー、そこそこいいよそこいい、あそこの上に入れたいんだけど、上に入らないか、角度が悪い。黒まだ未だ一個も破壊せずだね。もしかしたら破壊できないのかもしれないね、それが知りたい。10発で破壊できるのか、それとも無敵なのか。じゃあ黒以外を破壊すればいいってことだよね。なかなか上に上がれない、角度を変えないと。よし、来たー、上に上がった、もう戻ってくるんじゃない、くー、よし来た、いいよ、いいとこ行ったよ、いいとこ行ったよ、いい仕事してる。なんかどうも無敵っぽいね、黒、黒をかわしてやらないといけないのか。よし、右側もう破壊いけそう。音楽も変わってるんだよね、なんかね。あー、こっから時間かかりそうだな、これ。まず右を、あー、やられた、これ、ここチャンスですね、これ。よし、よし、当たった、久しぶりに当たったけど、どうだ、よし、当たった、もう惰性でこのまま行ってくれ当たってくれ、あー、惜しい、あと2個、よし、あー、角度が、うわー、遠い、おい、来た、よーし、やっとクリアできました。ステージ15クリア、手強かった。ということで、いかがだったでしょうか。Nintendo 3DS の 3D ブロック崩し。3D 感はさほどなかったですけどね。十字ボタンがうまくちゃんと使える人はね、にはぜひおすすめです。アナログスティックは使えませんのでご注意ください。それではまた次の Nintendo 3DS のゲームでお会いしましょう。さよなら。